はい、それでは、レイナさんの弾き語りをがっちりと受け止めまして、次は、振り返りトークコーナーとなっております。よろしくお願いします。なんやかんやで15は 16?15 でしたっけ16、半年くらいはやってきたのでですね、いろいろこう溜まってるわけですよ。でこれ、まあ、前回もちょっと出てきたと思うんですけども、こうなんかデータにまとめていただいたので、はい、これがまあ第1話から第15話までいろいろ誰が何やったかみたいな書いてあるんですけどね、これ、なんでしょう、陽介さんがどんだけ出たかっていう、それね、あれに数予想してもらおうかな、ちょっと来たけど、ちょっと本当になんかさっきの介さんみたいに、本当に僕たちにこうやらされたっていうのをね、回数に入れると、かなりと思うんだと思うんですよね。これよく見ると、誠弾き語り NO 初披露とか第1話、インドバス第1話、ロッキン武器踊りのライセンスの元の子。あ、もう第1話で。やってるよね。これみんな、なんか結構さ、第5話、6話から出てきたようなイメージがあるけど、そうだね、いきなりやってるんですね。うん、この時もシャク・ケイジさんと、ブギーがゲストで、ブギーは全員来たね、この時。ああ、ブギーですよね。誰よりもブギーに詳しい。自分は来たはずだけど。いやいや、サーキットだからね。サーキットキャバレーズとしてた、ダブルでオファーされてますんで。この時でも、あれ、ベッキーって言ったよ。あの、写真見ると。浴衣で。うん、浴衣で。ああ、唯一だ、ね。で、次も来てくれたの、多分。次も多分ね、書いてないかも。次に行きますか。はい。あ、これも陽介さんですね。もういきなり。もう2回目でしょ。もうフィーチャーしてますけど。もう頼むみたいな。だから意外にやっぱ NO も陽介さんも早かったんだね。ああ、そうか、そうか。途中からこう盛り上がってきたものではなくて。最初ね。最初から。でもう2回目からもう NO の流れがもうできてたと思う。卓球と、ピエールってことでもう全然やっていけるなって二人三脚で NO を育ててきたみたいな、そんな感がありますね。大陽介、あなたなる旅立ちのメロディーをですね。いやー懐かしいですね。これ結構前のような感じもするけどな、3、4年やってるようなイメージもありますけどね、自分の中では。第3話、忘れじのやさぐれフィート、ドラマ天国を感じまく。これあれですね、スピンオフですね、ドラムボーカルミーティングの、あ、エミリーって書いてありますよ。エミリーに詳しい方ですよ。今のところエミリーに一番詳しい方ですよ。だってエミリーマニアが一人入ってきたらもう分かる。ああいうやつら本人でも知らないこと知ってますからね。今のところ一番詳しいんだね。アキラ弾き語り、誠弾き語り、誠対決、誠対決やってますよ。エレキのマコさんと。何やったの、マコと対決。あ、聞きたいですか。早飲みみたいな。ゲーム。クラッカーあるじゃないですか。クラッカー5枚早食い、水なし。とあとメガネぐるぐるメガネストローによるオレンジジュース一気飲み大会。とあと、イラスト大会があったんですけど、これがなんか2人2番目のぐるぐるメガネオレンジジュース大会。ぴったり同じ速度でめちゃくちゃ早く飲み終わったんですよ。覚えてる？いや、全然覚えてない。いや、ちょっとなんか覚えてないやつがちょっとかっこいいみたいなのなしですよ。振り返らないやつがちょっとかっこいいっていうのは一回なしです。そうじゃなくて、なんかいまいち覚えてないの。マジっすか。うん、で、その1回目の対戦で、クラッカー5枚を水なしで食わせちゃったから2回戦目のオレンジジュースが2人ともすげえ早かった。ああ、なるほどね。ただ単に喉乾いててすげえ驚異的な速さで水なくなっていったっていうね。これ全部勝った気がする。いや、サーキットが負けてなんか全部、うん、レレキのマコさんはその日マコの名前は使えないってなったんですよ、その負けたら。立つか、やす、エレキのやすか、エレキの立つになるっていうでならなかったから、多分負けたんだよ。やすになってなかった。やすになってなかった。エレキのやすにはなってなかったんだよ。で、この時すげえ本当面白かったね。企画的になんか、
飛躍的な、こう、なんだろう、なんとか対決って結構あった。もうすでに俺出てます、ね、私DJ そうなん特別 DJ の枠に入ってます、ね、出てます。あ、これ、洋介対決ができたんだ、そういうことは。あ、今となっては。今からやろう、今から。次回は洋介対決。なんでも、やっとけ、そういう回にしとけよ。早くもなんか俺たち最後ワンマンで頑張ってみようかな。意気込みがもうズタズタになってますよ、ね。まあ、いきなりスケさんに弾いてもらってますからね。俺たちの名前書いてないよ。それこの人は自分着てないのかな。よっ、おまけっぽく右に書いてある。書いてる、その違うです、ライブ。プレゼント交換やりましたね。難しかったなこれ。あ、いや、もう1年やったっけ。やりましたよ、ね。先月、ちょっと何日か前にこれの準備してた時に思い出したよ。プレゼント交換やったなと思ったよ。しんどかったなと思って。プレゼント交換なんかやったことないからと思って。交換したってことは自分もらったってこと、あげてもらったってこと。誰か誠君に詳しい方いらっしゃる。なんかもらったっけ。椿君聞いてみようか。意外と知ってそうです。出演者もここからも混ざったけど、持ってきた。なんかそれね、それに関してはね、今まで散々言ってなんだけど、それに関してはちょっと俺も覚えてない。いたっけな。いや、やりそうにねえなっていうイメージしかない。川崎プロが、それ1500円だったんだよね、これ、あの上限が。で、500円で、500円のスイカに1000円入れてきた。斬新なプレゼント、川崎プロが。あ、確かに1500円みたいな。ねえ、難しかったんですね。その曲が止まってとかっていうやつをやってたんですけど、あれ結構難しいなと思って。覚えてない？なんかいなかったの、ね。いなかった気がする。うん、あ、なんかプレゼント配るの大変だったんじゃない？本当の。リアルサンタだったじゃない？ちびっ子たち。ちびっ子たち。全国でまずちびっ子たちに。すげえ勢いで太って。ね、いやでも確か覚えてないな。これちょっと情報をなんか知ってる人いたら。孫とくんいたよとかいなかったよっていうのをちょっと知りたい。いや全然本当に全く記憶にないから、うん、多分いなかったけど。いなかったもん。だから僕しか参加してないかも、あれには。陽介くんも、ま、輪にいた気がする、うん、陽介さんはバンドマン固まってるから、バンドマンチレやって私が言ったの。チレやって。チレや、そんな聞いたことない。聞いたことない、初めて聞いたよ。僕のプレゼントが陽介さんに行ったんですよ。私のプレゼントは川崎プロに行った。あ、そうそう。ちょうどモーテルズ聞きなかったんだよね。ロー君がデザインした特典バッジ。そう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 。だから買ったの。ありがとうございます。僕別にモーテルズでも何でもないですけど、ありがとうございます。私も何でもない。なあ、そうっすね。覚えた。写真見ればわかるんだ。あ、通信。来てるのは来てるよね。来てるのは来てるよね。ライブやってるでしょ。来てるでしょ。来てますよね、うん、でも怪しいわね。でも怪しいわねって言うの。まずいって言わないけど、三河圭一の写真とかが今のところ怪しいわね。怪しいわね。今のでも次に行けるわ。でもあれおかしいわね。言わないわね。第5話、まだ5話なの。あ、これでもうあのちょっとあれですね、テーマ別のあれに変わって、年が明けてちょっとテーマごとにイベントをやるっていう趣旨に変わりまして、釈刑事第1回目は絶対釈刑事に連絡が行くんでしょうね。何かの1回目は絶対釈刑事で、これバックトゥザフューチャーナイト。ああ、ね、これ日頃すごい、いつかバックトゥザフューチャーやりたいって言ってて実現したやつですね。で、これ百さんが弾いて、最後ジョニー・ビー・グッドとかやりましたよね。骨折、骨折の下りが生まれた。そう、怪我、そっか、で、俺怪我した、うんうん、あの映画通りにね、うん、で、百さんがあの G のコードでなんとかでよろしくっていうセリフを言ってる時にちょうどそれ流れた。早く次に行けっていう。いやいやいや、別に次に行っても何もないし、この話でどんどん盛り上げてた。バックトゥザフューチャー好きですよね、だって。好き好き、大好き、大好き、うん、え、あの好きな人いらっしゃるんですか、この中で。おお、
でもこの中で一番好きだもん。まあいや僕僕だと思うけど。いやいや覚えてないけど覚えてないエピソードないんかい。覚えてないけど好きだ。僕あのダ・マーティーの格好して学校に行ってますよ、うん、次行きますね。そんな感じがした。アキラ・ヒガタ・ヨウスケ・ヒガタ。ちょっとヨウスケさんがいない日はないですもんね。今までとりあえずないですもんね。でもバック・トゥ・ザ・フューチャーの時は終わってから来ました。ああ間に合ってない。でもなんか途切れさせたくないっていう気持ちがある。最後に来たっていうね、がっつり出てますね。まあ、だってもうグループサウンズの日ですもんねこれ。あ、これあれだ、親不孝で行こうのスピンオフですね、うん、さっきのあれみたいに、うん、ドラムボーカルみたいに、うん、その前のああ陽介グループって書いてありますね。もう解き放たれてますね。ああ、ね、この日も良かったですね。この日来たよっていう人、あ、そう、これをね、やってきたこれ、今来たよっていう人っていうのを全部やるの忘れてないよ。これやってきたかったね。この日見たよっていう人は手を挙げてくださいから、それやってみたかったんだけど、ガン忘れしてました。次ですけど、なあ、あ、これ来てない。これ、なんで急に確実に確実にこれ。あれっすね、銀幕一郎みたいな。ああ、銀幕さんとカウッチャーもうしょうがないですね。ライバルみたいになってますけど、これあれですね、僕この日の飾り付けが一番気に入ってるんですよね。ナショナルの時のあの花札と提灯とみたいな、ナショナルってたなと思うんですよね。運指、運指っていうの、運指を考えて常に弾いたらいいよって、その言われた時に運指ってますか。運指なんかちょっと上手くなったとかなってないとかって噂だと、そのあと、うん、あれは良かったよ。この後ツイッターで私もベース始めようかしらツイートがすごかった、ね。うん、あれ誠弾き語りがない、なんかね、多分ね、そのホーリーさんのやつ見てない気がする。来たんだろうけど、うん、ちょっと誠くんを探すたびになんか遅れてきたのね、うん、終わってきたの、うん、終わってきた、それそれ何すけさんの途切れさせないようにありがとうね、途切れさせないように。途切れるけどね、あの博多ナイトの時に後のいやね、あ、でも今日もありがとうございます、本当に。今日もあの誠くんにファックスをって今向かってるから配信でファックスをこの番号までって言ってたのに、頑張れってさらい流しながらね、ちゃんと言ってたんですけど、おお、ブギーナイトが来たね。マブッチは結構ゲストで出てますね、こう思うと。あ、うん、ロックカロリー、音速消費、踊りのライセンスをもう一度、これもだって逆転マホジェットのミスターツバキングってもう書いてある。もう全員は来てないね、これ。あ、これ残業の日だって。ビッキー残業の日って。あの、ビッキー残業の日。ひと月前に残業。ひと月前オファー、ひと月前オファーにもかかわらず残業、その日は残業でって、残業の常識をすごく覆されましたね。それはまた別のさ、別のとこで言ってたじゃん。ツバキング生誕祭の時にその話を言ってたじゃん。残業って言われてさ、みたいな。トークって書いてある。もう何か分かんないよね。これなんでブギーナイトやったんだっけ。なんかあったんだっけ、ブギーのイベントかなんか。クワトロ、クワトロ、うん、違う、ワンバンザーザズで、ああ、分かった分かった、うん、ジューシーフルーツや。あ、そう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 、そうだね。あのちっちゃいとこに書いてあるかもしれないんだけど、もう分かんない。ジューシーフルーツでの前か、うん、蔵出し映像ってあると何なんだろう。あ、でもなんか持ってきたかも、自分が。あ、ブギーの、うん、あーちょっと、比較的覚えてないよね、誰も。あ、みんな来てないんだよ、ね、
振り返るも何もな知らんがなって言うと、ね、なんだこれ、あー傷ってこれな、傷だらけのフライヤー、これ誠、また誠ダブルヘッダー、あの誕生日のやつがもらった時だ、そう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 、そう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 、あれこの日残業じゃん、その日も残業だった、その日も残業だった、ミッキー残業の日あれこの日じゃなかったっけ、その前の日も残業、前の月も残業だし、うん、この月も残業って言われた、どんだけ残るってやったらそれそんなにね、イレギュラーなことがそんな続くわけないんですけどね、まあでもこの日すごかったですね、あの VM のアコースティックとかも見れたし、ああ、うん、あと朝チンがこうパワーポイントでツアーの事件をまこっちゃん、まこっちゃんすごいフィーチャーされてた、そうか、あのあれに行った帰りなのか、そのそうそうそう、アジアツアーやった後の、そうそうそう、で、あのあれだ、ここで骨折ったっていう骨折した瞬間の映像で、この日見たよ、来たよっていう全部たまにね、思い出すんですよ、このフレーズ、あ、第9話なのか、ん進まないわねあれ、いいことだったよ、あ、ほんと、ほんとだ、あー、これこの日は悪い回だったよ、悪い回だったよ、ほんとに、どうね、悪い回だったら飛ばしたくない悪い回だったらだけで飛ばしたくない、あれ入れるのむずいむずい、そうだ、あの圧が、あの夢高いの圧が高やから、高やから、うん、この日あれだ、うん、自分もレナさんも携帯落としたあ、そうそう、その後、この後この後なんか LINE で携帯落としたっていう、なくした、落とした、忘れたみたいな、すげえずっと家帰ってたら、やっと終わったなと思ったのに、3人中2人が携帯をなくすってどういうことなんだろう、で、その2人しか書き込んでないから、携帯いるのか、本当にって思ってたこの2人携帯いらねえんじゃないの俺を携帯唯一なくしたら俺が見てやるって何考えてるの、なんでパソコンとかから書き込んだの、よく落とすからパソコンに、で、お互いお互いのことを茶化されてると思ってたらしくて、そうそうそう、自分が落としてなんで知ってんだろうそれは2人とも落としてるから、ね、すごいね、お互いがお互いをなんであの日すごい大変だっただって高田馬場まで行っ て、渋谷まで行こうとしたけど、渋谷の居酒屋さんに忘れたのは分かってたから、ああ戻るにどうやって戻ろうと思って歩いてみようと思ったけど、渋谷ってどっちの方向なんだろう、分かんない、調べらんない、ないよ、怖い怖い、星も出てない星で星で星の位置で渋谷をロマンチックすぎるだろこれ、なんで星の位置から渋谷を割り出そうとしたの、大変だね、でしこれやんなかったの、渋谷渋谷ってこれやればよ、大変だね、それどう、結局どうでした、タクシー乗った一番楽な金に物言わせたんです帰りは電車なかったんです、帰りはだから始発までもあった散々じゃん、散々じゃん、携帯もあるけど帰る手段がないの、今度、まだ6月だったからよかったね、まだそこまで暑くなかったから過ごしやすい、そう、過ごしやすいからね、まだ良かったね、いろいろね、一人で考え事とかできた時間だ、全然このイベントについて一言もなくてパタパタ奥とか書いてあるけど全然俺もうこのままめっちゃ殺そうとしてたけど大丈夫めっちゃ怒られるんじゃん、梅高谷も弾き語りしてますよちゃんと、怖い日だったわこの日本当ね、あでもこれ結構サブタイトルは気に入ってるんですけど、次行くけどあ、そしてまさかの博多ナイトが続くっていうこの日は誠くん欠席なんですよね、あ、うん、そうで、なんか誠欠席って書かれてるね米印で書かれてるあスペシャルライブって、あ、もうサーキットじゃないからか、これ、スペシャルでしたね、だってもうこれ、ね、これで陽介さんが見に来てたんですよ、あもう揃っちゃってるじゃないですか
洋介さんの方がじゃあやっぱ来とるかもしれない。そうそうそう、これを考えるとそうですね。だから本当に時間数にすると滞在時間もそうだもん、ね、滞在時間で考えるともう本当天秤がガーンってなるんで負けてる可能性がある。私より出てる出ますね。ゼロ時間ですよ。ゼロ時間の時あるもう。そっか。もう追い越してってますよね。喋る量と。なんなら NO 歌った回数も多いかもしれない。多い、うん。この前の弾き語りで、もしあの田原田先輩の弾き語りのイベントで、もし NO やってたら超えた。回数超えられてる。ノー NO。この間やんなかったんですよ。うん。弾き語りを。弾き語りはやったんですよね。NO をやんなかった。NO をやんなかった。そういえば。めっちゃなんかこうフレンチポップのような NO がこの前完成したじゃないですか。めっちゃだって元祖 NO からめっちゃ良かったっす。元祖 NO から元祖 NO もう NO の生みの親から NO めっちゃ良かったっす。俺の NO いや安心して任せられますみたいな。俺の NO どうもみたいな。いやちょっとかっこよかったっすけどね。まあ後々まだちょっと全然そこまで行ってないですけど、この日すげえ面白かったです本当に。あ、でもまでないね、でも自分が来ないもん、もう喋りちゃったし、それ多分プレゼント交換来てなかった。そんな盛り上がらないって言ってないって言ったじゃん。いや、プレゼント交換はね、盛り上がらなかった。難しくて、なんかだいたいなんか、いつもさ、なんか自分が入ってくるとさ、なんかこう、ピーンとした感じになった気がするんだけど、うっ、みたいなね、うっ、あっ、みたいな。なんでその前編、まこっちが来るまでまこっちの悪口で盛り上がってるイベントじゃないから。いや、別に、悪口で盛り上がってくれたらまだいいけど、うん、来たら嫌だなみたいな。あ、今まで楽しかったのに。そんなことござんせんよ。